100年の時が紡いだ素敵なおもちゃ、バンダイがお送りする超合金ディズニー100周年のフィギュアがいよいよ発売されました。今回はディズニー100周年を記念したスペシャルカラーでミッキーたちが伝説のロボットに大変身。懐かしい超合金が素晴らしいクオリティで復活です。こちらはミッキーマウス、見てください。ミッキーマウスのロボット100周年スペシャルカラーです。これすごいんですよね。本当に細かくよくできていて素晴らしいです。後ろもしっかりちゃんと重量感があってとっても素敵でございます。首の角度も変えられますね。こちら上から見ると隠れミッキーがこんなところにあります。はい、こちらミニーマウスのロボットでございます。かっこいいですね。素晴らしい銀色の翼が生えてとってもかっこいいミニーマウスでございます。これでミッキーとミニーがいたら最強です。さすがバンダイ。ミニーちゃんもたくさんのいろいろ隠し要素があります。なんといってもですね、こちらドナルドダックです。ドナルドダック、こちら翼がとにかくかっこいい。ね、後ろもすごくかっこいいです。はい。やっぱりね、こう、重量感が半端ないですね。で、細かいところに、時計があったりとかしてですね。いろんなね、過去のディズニー映画のいろんなオマージュがありますね。で、こちらドナルドもよく見ると、ほら見てください。ドナルドが乗っているんです。ドナルドが乗車したドナルドのロボットということですね。もちろんこちらミニーちゃんにもミニーちゃんが乗車しています。ミニーちゃんが操縦してるんですね。ほら、こちらのミッキーマウスもミッキーが、ね、乗っていますよ。はい、これ並ぶとこんな感じですね。かっこいいです。はい、こちらデイジーですね。デイジーももちろん乗車しております。かっこいい、かっこいい、横もかっこいい。こんなにかっこいいミッキーマウスフレンズはないんじゃないでしょうか。こちらもね、ちょっと不思議の国のアリスみたいな、オマージュの時計がついてますね。はい、こちらグーフィーです。グーフィーがね、結構縦長で、かっこいいですね。こう時計になってるんですけども、とってもかっこいい。裏もね、こうしっかりできてて、いやー、いいですね。こう、直立してて。はい、こちらプルート。これが一番可愛いんじゃないでしょうかね。プルートすごくかっこいいです。可愛さもあってかっこいい。そしてなんといっても、プルートが流れ操縦しているというね、ワンちゃんがワンちゃんを操縦するという、どうやって操縦してるんだろうと思うんですけども、とっても素晴らしい、クオリティですね。かっこいい。P というアルファベットもかっこいいですね。はい、これだけでかっこいいんですよ、このフィギュアたちは。しかし、この超合金、こっからが本題でございます。はい、このように付属もね、いろいろパーツがついております。この、単体だけでも飾れるんですけども、これを、変形させると、ロボットとして、ロボットの武器として持たせることができます。で、こちらミッキーマウスの顔も全部の顔もなんですけども、後ろに、実は、こう変換レバーみたいのがありまして、それを回すと、ミッキーの乗車してるモードから、ミッキーの目になるんですね。こうやって、ま、回転して、目の部分が、ミッキーの目になると。2パターンの顔の表情が変えられるという、一つ一つね、ちゃんとよくできております。はい、こちら。ね、運命の時計というか、ディズニー100周年を象徴する、時計ですが、これを、なんと武器にできるということで。さあ、これだけでも満足なんですが、こっからがこの超合金。合体します。ミッキー&フレンズ100周年記念、合体します。プルートの足、グーフィーの右足、デイジーの腕、ミッキーの胸、ドナルドの腕、ミニーマウスの背中、見てください。これがディズニー100周年超合金スペシャルロボット、ミッキーマウスロボットです。かっこいい。変身
変形、こんな感じのね、叫びができそうな、ディズニー映画では絶対にありえないようなロボットが誕生しました。私この超合金シリーズ、実はドラえもんのシリーズも持っているんですが、そちらも素晴らしかったんですが、このディズニーバージョンの100周年カラーバージョン、素晴らしいです。もう本当に実現しないことなんですが、このロボットがね、今にでも動き出しそうなクオリティで、とっても満足する一品になっております。こちら結構ですね、実は今割引で、販売してたりもするので、よかったら皆さん手に取ってみてください。今日はですね、ディズニー100周年記念スペシャル超合金ロボットをご紹介しました。ご視聴いただきありがとうございました。やっぱりロボットのおもちゃってかっこいいですね。以上、アスイバトイズカフェチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。